お疲れ様です。今回も第3級を目指して頑張っていきましょう。今回のお相手は、あかねちゃんやで。M キーを押すと、惑星全体を見れるモードになります。光脈の場所とかを確認できるんやな。しかし綺麗な星ですね。キリタンの方が綺麗やで。バカバカ。そんな恥ずかしいことを言わないでください。はいはい。それでこの状態で、マウスホイールをゴイゴイーっと回すと、惑星系を見れるモードになります。スケールが大きいな。どうやらこの星は別の星の衛星のようですね。月みたいな立ち位置やったんやな。この星はガスでできた星みたい。じゃあ着地したり資源をいただいたりはできひんのやるか。星間移動ができるようになってから検証しましょうか。ではテクノロジーツリーを進めましょう。エレクトロマグネティックマトリックスという青色の箱を作れるようになる研究です。なんで青色の箱なんや。この箱、これから先の研究をするために大量に要求される素材です。やったことないのですが、ファクトリオのサイエンスパックみたいな感じかなと。ふーん、つまり青色だけじゃなくて、いろんな色の箱があると。赤とか黄色とか、紫とかありますね。新しい色のマトリックスを作れるようになったら、進捗が一区切り進んだって感覚かなと。緊急クエストみたいな感覚ね。そうそう、そういう感じ。やりました。これでマトリックスを作れるようになりました。ただしマトリックスを作るためには、専用の装置が必要です。マトリックスラボという装置です。早速ですが、設置してみましょう。設置場所をお悩みのようで。ここに敷きましょう。青色のマトリックスを選択し、材料を搬入すれば、作成してくれます。素材は何や？回路基板とコイルですね。どっちもすでに自動化している素材です。なら簡単やな。それが、その二つの素材って、こことここにあって、どうやって両方をラボに運んでくるべきか、悩んでいるんです。銅のプレートを運んでいるコンベアが邪魔やな。はい、このゲームで遊んでいる方ならわかるかと思います。このゲームでは、ベルトコンベアの立体交差ができます。なので、コンベアが邪魔になっているのなら、上から乗り越えればいいのですが、この時のプレイ中のキリタン、そのことを全然知りません。立体交差を知るのは、相当先になりそうです。ですので、立体交差をせずに、いかにしてコンベアラインを引くか、必死に考えている様子をお楽しみください。なんかダメな気がしたので、一度工場を作り直します。工場を解体しても損失はないので、作り直しがしやすくなっています。これもええところよな。ストレスが少ないで。ただ倉庫の中のアイテムとか、コンベアに乗っかっていたアイテムとか、それまで手持ちに入ってくるので、そこは注意ですね。手持ちがパンパンにならんように、か。ということで、青色マトリックスの生産ラインができました。銅プレートのコンベアを二手に分岐させ、回路用とコイル用に分けたことで、コンベアが交差しない形を実現しました。回路基板の完成品倉庫がここで、コイルの完成品倉庫がここか。ちゅうことは、これからコイルとか回路を使う素材が出てきたら、このコンベアで囲まれた四角の中で生産せなあかんのやな。そういうことになりますね。だから広めのスペースを用意しました。とりあえずラボを動かしてみましょう。かっこええ装置やな。とりあえずこれで、この先の研究で大量に要求される、青マトリックスの生産が開始できましたね。素材に余裕があるなら、ラボをさらに増設したいところ。ですがその前に、マトリックスラボの、もう一つの機能についてお話しします。他の機能があるんか。抗うつ薬なのに痛み止めとしての作用もある、サインバルタのような感じやな。はい、今日のお薬でーす。マトリックスラボのもう一つの機能なのですが、自動研究機能です。今まで研究は、インベントリに要求素材を入れて、時間をかけて解禁していましたよね。せやな。その研究を、マトリックスラボは肩代わりしてくれるんです。ほーん、それは便利、なのか？便利ですよ。ということで、サーマルパワーの研究をやってみましょう。火力発電機を追加する研究ですね。さあ、始めましょうか。ちょっと見にくいですが、インベントリにマトリックスを入れていなくても、研究が進んでいきます。ほんまやな。でも、研究のスピード、遅くないか？これやったら、手作業と全く変わらんで。まあ、ラボ1台ではそうでしょうね。ラボを2台にすれば、研究速度も2倍になるのですよ。なるほど。併用で力を発揮するんか。ピロリ菌の除菌に使う、アモキシリンとクラリスロマイシンとプロトンポンプインヒビターみたいなもんやな。すぐお薬に夢中になりますね、あなた。とりあえず、ラボを増やせば研究速度が上がるのです。そのうち、素材を1600個とか納品する必要が出てくるので、手動だけではとても納品しきれません。いずれは必須となる装置でしょう。サーマルパワーの研究が終わり、火力発電機が追加されました。石炭などを燃料に発電する装置ですね。
石炭は前回のパートで採掘してもらってたな。ですので、石炭鉱脈の近くに設置します。さて、火力発電機ですが、優秀なのはその発電量。これまでの風力発電機が1台で 300kW の発電量であったのに対して、火力発電機は 2.16MW、風力7台分です。お、そりゃ確かにシーナ。シーナ、火力発電機はかなり後まで主力の発電機として活躍していただくことになるでしょう。また、そのうち石炭よりも優秀な燃料を開発できると思います。新しい研究を完遂しました。何を解禁したんや？鋼鉄ですね。鉄プレートをさらに加工して作れます。まあただの中間素材ですね。ということで回路用に使っている鉄プレートの一部を拝借して鋼鉄へと加工します。鉄プレートの生産施設を増やしてもいいかもしれませんがね。あ、ちなみに鋼鉄は鉄プレートが2枚で作れます。安いな。今後結構使いますからね。具体的に何に使うのかというと、倉庫です。と言っても大規模倉庫です。今は小規模倉庫を作っていますが、それは鉄プレートとコンクリートで作れます。コンクリートなんてあったっけ？石を加工したら作れます。石はその辺に転がってますし、石の鉱脈もどこかにはありますよ。ほいで、そろそろメカコアのアップグレードをします。パート1でやろうとして、結局やらなかったアップグレードか。鉄プレートと銅プレートを20枚ずつでできる簡単なアップグレードです。お、私にプレゼント？嬉しい。キリタンにプレゼントをあげると、こんな風に喜びます。何を狙ってるんですか？このメカコアのアップグレードで、ロボットの蓄電容量が40メガジュール増えました。燃料がなくなっても、長時間動き続けられるようになったな。まあ、燃料はなくならないようにするのが基本なので、恩恵は少ないですが、他のアップグレードをするための前提にメカコアのアップグレードを要求される場合が多いので、ここで実行したってだけです。ということで別のアップグレード、インベントリアップグレードを行いました。これで、インベントリの中身が1列分増えます。10スロット増えて、50スロットになりました。だいぶ多いな。装置とかコンベアを用意するために、中間素材を多めに抱え込んで動く必要があるので、全然これでも足りなくなると思います。と、言ったところで、今回はここまでとしましょう。今回も良ければ、動画にいいねをしていってな。また次回をお楽しみに。